はぎ風は日本海軍の駆逐艦、影げ型駆逐艦の第17番艦である。1942年6月のミッドウェイ海戦では空母加賀の乗組員を救助、赤城を乱撃で処分した。1943年8月のベラワン夜戦で戦没した。4計画、仮称第113号艦として、裏が選挙で1939年5月23日、 気候銅像戦書では、萩風の他に五隻のロウ型を建造した。1940年2月23日、火傷第113号館は、萩風と命名された。同日府で、姉妹館嵐や、不設艦館津軽等も命名されている。萩風は、同年6月18日に浸水し、11月15日府で、井上義雄中佐は、 萩風の偽装委員長に任命される。同時期、萩風偽装委員事務所を設置。1941年3月31日、春行。萩風偽装委員事務所を撤去。横須賀鎮守布石。同日府で、萩風はかげ型16番艦嵐とともに、新たに編成されたばかりの第四駆逐隊に所属することになった。第四駆逐隊司令は、 佐藤虎次郎大佐。また井上義層委員長も正式に萩風駆逐艦長に任命されている。佐藤司令は司令駆逐艦を嵐に指定した。4月28日、萩風は1日だけ司令駆逐艦となる。6月18日、第4駆逐隊司令は佐藤大佐から有賀工作大佐に交代した。有賀司令は頻繁に司令駆逐艦を変更。 萩風は7月9日、8月1日から8月16日、8月19日と、第4駆逐隊司令駆逐艦に指定された。10月上旬、四国沖での演習中に苦戦艇を、5社、井上艦長は、安全なる航海を祈ると信号を送った。10月31日、第4駆逐隊に、影楼型15番艦の分け、18番艦前風が、 編入されて数四4隻となる。南方方面へ移動するため、文後水道を南下中、第4駆逐隊は試験公開中の大和型戦艦一番艦大和とすれ違った。太平洋戦争開戦時、影老型新鋭艦4隻は引き続き第4駆逐隊を編成し、第4水雷戦隊に所属した。さらに南方々部隊本隊に編入され、第四戦隊、 第3戦隊等と共に南方作戦を支援する。当時の第4駆逐隊はあたごと行動を共にしており、第4水雷戦隊本体指揮下での作戦行動はほとんどなかった。1942年2月下旬以降、第4駆逐隊第1小隊は第4戦隊と共にジャワ島南方に進出して相当作戦を実施。第4駆逐隊 第2小隊は、ナグモ機動部隊警戒隊として、セイロン島沖海戦に参加する。同海戦中の4月9日に、赤城がイギリス軍爆撃機9機に奇襲された際、萩風はとっさに、対空射撃を実施、後に、あの時爆弾が赤城に命中していた方が目が覚めたのではと語られたという。4月14日、シンガポール沖で、ナグモ機動部隊は分割され、 カゲロウ型3隻は、第5航空船隊の空母2隻を護衛して、台湾のマコウ市に向かった。マコウ期後、5航船の護衛を、第27駆逐隊に引き継ぎ、日本本土へ向かった。5航船と、第27駆逐隊は、この後5月上旬の3号海回戦に参加している。内地に帰還した後、5月5日府で、井上義雄は退任。公認として、 頑丈次一地中佐が、萩風駆逐艦長に任命される。第四駆逐隊は、南雲機動部隊警戒隊に所属し、第十駆逐隊、第十七駆逐隊とともに、ミッドウェイ海戦に参加した。6月5日、南雲機動部隊は、アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受け、まず空母3隻が、被弾炎上した。第四駆逐隊、 第二小隊は、米潜水艦のオチラスを追い払いつつ、加賀の乗員を救助した。加賀の沈没後、第二小隊は、第四駆逐隊、第一小隊と合流、空母赤木の救援に加わった。日の出直前、第四駆逐隊は、赤木を来撃にて処分した。酸素魚雷各艦1本を発射。魚雷命中後の赤木は、間もなく沈没した。その後、第駆逐隊は、 山本五十六連合艦隊司令長官が座上する戦艦山戸イカ主力艦隊と合流、萩風は戦艦長戸に加賀生存者を移乗させた。また直後のアリューシャン攻略作戦を支援しつつアメリカ軍機動部隊出現に対処するため連合艦隊は南雲機動部隊残存部隊や攻略部隊から艦艇を引き抜き北方部隊を増強する。第四駆逐隊は 北方海面に進出し、第4航空戦隊等と合流して作戦に従事第2機動部隊として行動したが、米艦隊出現の兆候はなく、作戦中止に伴い7月上旬以降内地へ戻った。7月14日府で艦隊の編成が大きく変わり、第4駆逐隊は第10戦隊に編入された。軽順ながらを機関とする。 第10戦隊はカゲロウ型駆逐艦もしくは、ユーグモ型駆逐艦で編成され、第4駆逐隊の他に、第10駆逐隊、第16駆逐隊、第17駆逐隊という陣容であった。8月7日、アメリカ軍はガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月16日午前5時。 カゲロウ型駆逐艦6隻は陸軍一騎士隊約900名を分譲させトラック白地を出撃8月18日21時以降がダルカナル島大某岬へ揚陸したこの部隊は21日イルガワと河川で全滅している第17駆逐隊3隻はラビの戦いに従事するためガダルカナル島海域を離脱してラバウルに向かった型隻は 警戒艦として、引き続き連合白地付近を行動した。8月19日、萩風、影楼は、サボ島周辺で、アメリカ軍におらい定数隻を砲撃で撃沈。萩風は一隻を打破して調査した後自沈させた。日中、B-17 爆撃機の空襲を受け完備に、被弾を受け、火事故障を起こした。萩風は、嵐の援護下で、ガトーの浅瀬に停泊。 火事を中央で固定した。有賀司令は影げろうに、ガトー海域警戒任務を引き継がせると、二隻をトラック白地へ開港させた。白地到着直前の23日午後1時、嵐、萩風は、山本56連合艦隊司令長官座城の戦艦山と空母、カスガ丸、第七駆逐隊と遭遇した。9月8日府で、 頑丈中佐は陰路がった11番艦裏風の駆逐艦,艦長へ転任。萩風駆逐艦,艦長には、旗の検事少佐が任命された。10月1日、左舷推進軸を損傷していた萩風は日本本土へ開港された。7日、右推進機の節損により、航行不能となり、浅潮型駆逐艦山軍に護衛され、8日に横須賀港へ戻った。到着後、 翌1943年1月22日まで、裏賀選挙で修理に従事する。この間、12月1日府で、旗の艦長は遊雲型駆逐艦八番艦清派の偽装委員長に任命されている。新派偽装委員長の職務は12月28日府で、有馬時吉中佐に交代した。また第四駆逐隊領艦のわけは12月7日のネズミ輸送中に損傷。 嵐は昭和18年1月15日のネズミ輸送作戦で損傷。毎風は2月4日がダルカナル島を撤退作戦十字中に損傷し、それぞれ内地機島と修理を余儀なくされた。1943年2月20日、第4駆逐隊司令は、有賀工作大佐から杉浦義美獣大佐に交代する。2月24日、杉浦司令は司令駆逐艦を、 嵐から萩風に変更した。修理を終えた、萩風は夕雲が駆逐艦七番艦大波と共に、空母、沖鷹を護衛して2月28日に、横須賀を出港し、トラックへ進出した。3月8日、萩風は第27駆逐隊の駆逐艦夕暮れと共に、沖鷹の横須賀海港を護衛する。横須賀帰島後の2隻は、戦艦混合の内海西部海港を護衛した。 3月下旬は、空母、昇格及び、第50航空戦隊の訓練に協力。28日、トラック白地より内地駅等中の、第7戦隊部隊援護に派遣された。4月1日、第3戦隊司令官、栗田武雄中将指揮下の各艦は、クレ出発。6日、トラック白地到着。その後、同白地とラバウル方面で、輸送任務に従事した。 4月下旬、トラック白地にあった第15駆逐隊、第24駆逐隊、第4駆逐隊は4月24日府で南東方面部隊に編入され、中部ソロモン方面の輸送作戦に従事することになった。各艦は26日にラバウルへ到着して増援部隊に編入、作戦のため部にへ進出した。二隻は四月十九日の第二次コロンバンガラ島、輸送作戦。 5月4日、第4次輸送任務に従事した。ところが、第5次輸送作戦に従事中の第1 5駆逐隊は、アメリカ軍が付設した機雷によって、大破、さらに航空攻撃を受けて3隻とも沈没した。第6次作戦のため待機中の2隻は急遽出動。コロンバンガラ島を一周して、第1 5駆逐隊を捜索し、内科艇1隻を発見する。 乗船中の影楼船人将校から第15、駆逐隊3隻沈没と生存者救助済みの連絡を受け、2隻は引き返した。第15駆逐隊の全滅によってネズミ輸送は5月下旬まで中止されている。なお影楼の除籍に伴い影楼型駆逐艦は、知らぬ日型駆逐艦に改定された。5月17日、萩風は第4水雷船隊に編入された。 煙突や探偵の標識塗装に変化はない。6月5日、萩風は夕雲型駆逐艦清派、吹雪型駆逐艦間潮と共に空母2隻の横須賀海溝を護衛することになった。6月5日トラックを出発し、本土へ向かう。6月10日、萩風は第4水雷戦隊の指揮下を離れた。同日夕刻、第27駆逐隊に護衛されていた空母費用が、 米戦水艦トリガーの来撃で航行不能となった。横須賀へ開港中の軽順一鈴が飛来現場に赴き栄光救難を開始。6月11日、横須賀停泊中の不走型戦艦2番艦山城と萩風にも費用栄光のため出撃命令が下されるが、費用側は栄光状態良好のため山城の栄光は必要なきもと任務と発信した。 6月12日、費用隊は横須賀に到着する。6月16日府で、萩風駆逐艦長は、旗の少佐から馬越正弘少佐に交代した。7月10日、第三艦隊司令長官、小沢寺三郎中将が指揮する空母4隻、十十二洋艦3隻、軽十二洋艦2隻、水上規模艦、日清駆逐艦部隊は横須賀を出撃。 各艦は、マーシャル諸島やソロモン諸島派遣予定の陸軍部隊や軍需物資も搭載していた。7月15日、暗号解読や領艦からの通報により、米潜水艦、ティノサトポーギーが、トラック諸島近海で小沢機動部隊を待ち伏せていた。ティノサも、距離3500メートルで魚雷4本を発射するが、回避され、小沢艦隊は、被害なく、トラック白地に到着した。 7月19日、大型艦5隻と第10戦隊はさらにトラック白地を経て、ラバウルへ進出した。7月21日、第10戦隊司令官、大杉森和少将は、阿賀野から一時的に、萩風異常、機関を変更した。嵐は、利根、萩風はちくま、磯風は大淀に節減し、それぞれ補給を受けた。準備完了後、知らぬ日形3は、 中戦車22両、ヤホー16門、不評3個大隊、各種軍事物資を満載した水上規模艦日清を護衛して、ラバウルを出撃、ブーゲンビル島の部員へと向かい、第61駆逐隊も続けて出航し、部下島へ向かった。だが、部員輸送隊は、部員直前で、アメリカ軍機70機以上の攻撃を受け日清が撃沈された。三席は、 部員に約750名の兵員を輸送した後、日清の沈没現場に戻り、海軍92名、陸軍81名を救助した。日清の沈没は3月3日ビスマルク海海戦の再現になってしまった。ラバウルに帰島後、第10戦隊機関は、ハギ風からアガノに戻る。ここで第4駆逐隊のみ南東方面部隊、外南洋部隊、増援部隊に編入され、 ソロモン諸島に残ることになった。外南洋部隊増援部隊は、ニュージョージア島の戦いに伴うクラワンヤ戦やコロンバンガラ島沖海戦で、機関2隻、駆逐艦多数を喪失し、他の駆逐艦も軒並み損傷。着任したばかりの第三水雷戦隊司令官、伊集院松次大佐が、慶潤川内より指揮をとっていた。萩風。 嵐以外の艦はトラックへ帰投したが、その際磯風は、魚雷と弾薬を2隻に供与している。7月25日、第4駆逐隊司令指揮下の駆逐艦3隻は、3体サベル地まれ方輸送を実施、揚陸に成功して28日夕方ラバウルへ戻った。8月1日、駆逐艦4隻は、コロンバンガラ島輸送作戦を実施中、アメリカ軍魚雷艇15隻と交戦する。 夜間水上戦闘の最中、警戒隊山霧は、ジョン F ケネディ中尉を定調とする、魚雷艇 PT-109 を体当たりによって撃沈した。ニュージョージア島での戦局は悪化する一方であり、日本軍は、さらなる増援部隊を投入する。前述の通り山霧は、アメリカ軍魚雷艇との衝突により損傷したため、白露型駆逐艦古風と任務を交代した。 8月5日、部位及び、コロンバンガラ島への輸送のため、軽準川内と第四駆逐隊司令、杉浦義美重隊佐指揮下の駆逐艦4隻は、ラバウルを出撃した。移住員司令艦座城の川内は、陸兵450名と、物資130トンを部位にへ第四駆逐隊は、陸兵950名と、物資90トンを搭載していた。また、萩風には、 第三水雷戦隊仙人参謀の二胆だ、サブロー中佐が、川内より上艦していた。8月6日、コロンバンガラ輸送隊は、部員へ向かう川内と分離後、萩風嵐マイナス高風しぐれの単重陣を、形成し、30ノットを発揮して、目的地に近づいた。各艦の海距離は500メートルだったが、三番艦高風と最高尾しぐれの距離は1000メートルに開いていた。 海面には薄い萌やが立ち込め、視界は不良だったという。日中の時点で輸送隊はアメリカ軍紹介機に捕捉され、行動を報告されていた。これに対し、日本側は敵有力部隊作動の恐れあり程度にしかアメリカ軍の行動を把握しておらず、予定されていた水上偵察機の夜間紹介も天候不良を理由に実施していない。アメリカ軍は、 各方面からの情報により、日本艦隊を待ち伏せていた。アメリカ軍駆逐艦6隻はレーダーを装備しており、日本艦隊に対して先制攻撃を敢行する。米水雷戦隊は24本の魚雷を発射。日本艦隊が米艦隊に気づいた時には次々に魚雷が命中し、航風は強沈した。第四駆逐艦隊も、ひかみなりして、戦闘不能となった。萩風には、 魚雷2本が命中し、主砲や魚雷発射艦は使用不能となったため使用可能の機銃で反撃を実施した。だが2隻は続くべ駆逐艦隊の砲撃によって炎上し、嵐は22時10分前後に沈没、萩風も総引退去後の22時18分に沈没した。単獣人の最後尾にいた第27駆逐隊の 白月湯型駆逐艦シュグレは、魚雷攻撃の回避に成功した。続いて、魚雷8本を発射したが、米艦隊には命中せず、次初魚雷を装填して戻ってきたが、状況不明のため戦闘継続を断念、生存者の救助を陸上部隊に依頼して、戦場を離脱した。その後、シュグレは、川内と合流して、ラバウルへ向かった。米艦隊は、 しぐれの追跡を打ち切った後戦闘海域に戻り、萩風以下沈没艦3隻の生存者を救助しようと、したが、ほとんどの者は救助を拒んだという。戦死者、約170名以上。輸送中の陸軍兵合計940名のうち、生存者は約120名ほどであった。生還した第十七駆逐隊や杉浦義美1代、駆逐隊司令は、 レーダー及び米駆逐艦部隊新戦法の脅威を各方面に報告。軍務局はキスカ島撤退作戦を終えない地に戻っていた島風型駆逐艦島風に対し電達射撃について研究を行うよう加齢している。杉浦司令は貴重な駆逐艦を輸送任務に投入することを避けるよう訴えているが、駆逐艦による輸送作戦は太平洋戦争末期まで状態化することになった。 9月4日、杉浦司令はのわけに、正気を掲げた。9月15日、ベラワン野戦により、残存艦2隻となった第4駆逐隊に、満潮がたく駆逐艦3軍が編入され、胴体は3隻となった。第4駆逐隊は、トラック島空襲で舞風が撃沈されるまで3隻編成で、活動を続けることになる。馬越は日本に戻り、9月10日に軍令部で、 ベラワン野戦の様相を報告した。10月1日府で、萩風駆逐艦長の職務を解かれ、10月10日より、法官から津艦長に任命される。駆逐艦萩風と、嵐は10月15日府で、白らぬい駆逐艦第四駆逐隊、帝国駆逐艦籍、それぞれから除籍された。井上義雄中佐。 1940年11月15日から1941年3月31日、井上義夫中佐、1941年3月31日から1942年5月5日、頑丈次一中佐、1942年5月5日から1942年9月8日、畑の健治少佐。 1942年9月8日から1943年6月16日、馬越正宏少佐。1943年6月16日から1943年10月1日。ありがとうございます。